アロハ、マインサンダルです。モクサンダルです。はい。はい、日曜日の夕方、はい、6時13日の、あ、日曜日だ。はい。6時半ぐらいかな、今。はい。ワイキキを歩いております。で、まあ今日もちょっと、買い物ついでに、追加で物を購入して、はい、ドネーションしていきたいと思います。マウイ島ね。マウイ島の、はい、まああのね、日本でも、まあこの間も先日も出しましたけども、動画まだまだね、あの、やっと被害状況が分かってきたっていう感じなので、マウイ島の、まあ、ラハイナが主に、まあ、消失、まあ、それ以外のところはね、あの、まあ、火事も発生しますけども、そこまで大きな被害は出てないんですが、まあ、多くの人が避難生活を余儀なくされていると。でさらには、ね、もちろんまだラハイナに取り残された人、本当にその前回も言いましたけど一本道でね、まだ、山火事が続いているところもあるので、なかなか警察も車両通行止めとかにしててね、なかなかラハイナに戻れない、もしくは出れない、出たら帰れないみたいなことを話してる、ネットニュースとかも見ますんで、まあ、今後まだまだ支援は必要かなと思います。まあでもそれに伴いね、やっぱり結構、まあ、ワイキキは大丈夫だろうっていうのは分かるんだけど、まあ、ハワイ島は大丈夫ですかとか、いろんな問い合わせも聞くんで、まあ、基本的にはもう他のエリアは全く問題なく通常稼働であります、ワイキキも。で、なんかコンベンションセンターの避難施設ももう解除されたんだよね、13日今日の、まあね、ワイキキのコンベンションセンターじゃなくて他のところにまた場所を移してるということです。まあ、今日はこのものをどこに持ってこうかなっていうところで、一旦ワイキキのマウイブリューイングがそういうドネーションを受け付けてるそうなので、ちょっとそこに持って、ご飯を食べるついでにね、持っていきたいと思います。行きましょう。まあね、はい、ではワイキキの中心、ワイキキビーチコマーのマウイブリューに入れるかな、どうでしょう、ね、予約なしの今6時半とかでしょ。最近ね、ワイキキ混んでるもんね。まあずっとね、基本的にこの時間帯予約なしで飛び込みで入れるってなかなか難しいかもしれないけど、ここなんかでもさ、なんかこう青いさ、こう感じさ、なんかちょっと宇宙か、まあ海なんだけどさちょっと宇宙船みたいな感じ、いいよね。さあ、っていうかドネーションやってんのか、なんかどこも受け付けてなさそうよ。あ、ドネーション、あわ、まあまあいいんじゃない、まあ、段ボールに手ずっと詰める。はい、いいじゃない、とりあえずじゃあ、そうね、はい、はい、めんどくさいやつや。ココナッツ日はラハイナタウンブラウン、うん、ワイルドなんちゃらパウハナ、はい、まあね、オクサンダルは仕事上がりだから合う花です。はい、お疲れ様。僕はビキニブロンドです。
チーズケーキファクトリーもなんか思ったよりは空いてる。なんか入れないかなと思ったけどすんなり入れたね。なんか、まあ、ここの場合1階のカラカウア沿いの入り口とでさっき今僕らが入ってきたホテルロビーからの入り口に来たらなんかああもう自由に座っていいよみたいな感じで。そうね、でコロナ中も結構来たことあったけどその時はバーカウンターで注文して席に持ってきてくれるとかドリンクだけ持ってくっていう感じだったけど、もうなんか今はもうテーブルに自由にどこでも座っていいよって言われて、でまあ携帯でスキャンしてオーダーしたら多分これテーブルのナンバー103だからここにもう持ってきてくれるっていう感じだね。ああそうなんだ。支払いフォームをコンファームしたりする。ああ。電話番号を見てないときは、ね、でも多分サーバーさんがお水とかお皿とか持ってきてくれてるから、まあ、最悪、うん、サーバーさんに注文することもできるんじゃないかな。これのビールの名前がラハイナタウンブラウン、まあラハイナの名前がついてるんでね、まあラハイナのことを思って先輩でもね、マウイブルーイングなんかさ、いや、わかんない、まあ僕らは今直接的にドネーションしてるじゃないもので、まあこの後概要欄とかにも貼っとくけど、まあハワイ州観光局が日本語のサイトでもちゃんと日本から募金しやすいようなサイトを今作ってますっていう風に出てたんで、まあその URL は貼っときますと。何かできることはないですかって、やっぱ私の友達とかでもさ、なんかもうすぐハワイに来る子でなんかできることってないとか、どっか募金できるとこあるとか言ってるけどね、募金とかその寄付ね、急にね、なんかネットで適当に調べて飛びつくとやっぱりね、詐欺まがいのものとかもあるかもしれないから、まあハワイ州観光局とかのサイトとかから行けば問題ないんじゃないかなと思いますし、まあ、今僕らは現地で直接的にね物資の寄付をしてますけども、まあまあ長い目を見ると、まあ、マウイの企業とかマウイの生産物、まあ、購入することによって、まあ、間接的にでも寄付になるんじゃないかなと思うんで、まあ、今日はそういう思いでマウイブリューイングにも来てますし、まあ、ABC ストアとかに行けばね、マウイブリューイングも売ってる、マウイワイナリーのワインも売ってる、まあ、他にもいろんなねお菓子とかアルコール類とかもマウイ産のものは売ってますんで、まあ、他だとクラの町のクララベンダーとか、ああいうそういうものがあったりとかすると思うんで、そういうのをね、まあ、お土産として買っていくことも、まあ、間接的ではあるけど、まあ、マウイの支援になるんじゃないかなとは思いますんで、で、まあ、カラマリフレット、ね、奥さん誰大好きカラマリフリットとフィッシュタコスだよね。なんかフィッシュチップスか迷ったけど、そうね、フィッシュアンチップスか迷ったけど、ご飯ついてます。まあまあこの辺はね、まあド定番な感じなんで、アメリカンフードの感じですね。うん、まあ間違いない。でなんかシラチャソースとかね。うん、そうだね。うん。でもやっぱりこうハワイ感なのか、ふりかけとかかかってる。あのね、オプションでノンふりかけにできますとか、ノンコールスローにできますとか。うん。できる。選ぶ。おで、まあ今オクサンダルと話してても。マウイブリューイング、僕らも前マウイ島行った時にマウイブリューイングの本店っていうかブリュワリーに行ったことがあるんですけども、まあラハイナから離れてはいるんですけど、まあそれでもキヘイっていう町、まあその山側も山火事、まあキヘイ自体はそこまで町自体は燃えてないとは思うんだけど、そのちょっと山側ぐらいの時にマウイブリューイング の、まあ、レストラン兼
醸造所があって。覚えてない？一旦覚えてるよ。一旦は覚えてる。覚えてる覚えてる。ただ運転とかやっぱしてないからさ、それがどこにあるのかああ。そうね、イメージができないというか。ちょうどマウイ島ってさ、なんかこの西マウイと、まあ、東マウイ、ハレアからのある東マウイとイアオ渓谷とかラハイナがある西マウイ、そう、こう二つの山の溶岩がくっついてなんか双子みたいなこう島になってますっていうのがマウイ島なんだけど、まあラハイナは西側で、ケヘはこのハレアから東側の下の方にあって、結構真逆っていうか、そうね、そうね、あのハワイ島に近い方で、いやいやいや、でもそれでもやっぱり山のなんていうの、南西部になるから乾燥地帯ではあるんだけど、でもやっぱり乾燥地帯で晴天率が高いから、そのアメリカ人の人たちが結構泊まる、その安めのホテルとかがいっぱいあって、騎兵があって、でそのさらに奥に下の方にワイレアっていう高級ホテル群があって、そこはまあ僕らも一回泊まってます。アンダースとかあるのが高級ホテル群で、その上に騎兵っていう、まあちょっとまあ一般的にみんなが泊まるような街があるんだけど、そこの近くにマウイブリューイングはあります。まあね、マウイ島もやっぱり基本的に何があるって言われても何もない、なんか綺麗な自然と海があるから、こうアメリカとかからの渡航者の人がのビーチでダラダラ過ごすみたいな、のんびり、ね、のんびりでもなんか自然と都会の塩梅っていうかバランスが結構いい。そうね、だから結構好きだったな。まあ街も、街っていうか島もコンパクトで、結局この西マウイと東マウイのもうほんとその真ん中に山があるからさ、道がその周りをぐるっと囲う道しかないわけじゃない。だからそのラハイナもあのそうアクセスが悪くて、こっちの道がもう一本道しかないからもう通れませんよ。でさらにこっちの山をぐるって回る道が険しすぎて、あのなかなか普通通らないみたいな道なので、まあ、そういう意味でもあってなかなかこう復旧とかが進まないし、情報もなかなか回ってこないっていうのがあるみたいですね。どうなんだろうね、コメントでもなんか消防、その映像に一切消防車を見なかったんですけどって言われて、まあ、確かにそうだなと思って、ラハイナぐらいの街であれば消防署があってもおかしくないんだけど、いやもしかしたらその山間部の消火に回ってて、でももう街にはいなかったとか、いやわかんないけどね、いろいろありますよ。今はさすがにちょっとさ、まあね今はねいけないけど、いやだから数ヶ月後にはもしかしたら復興ボランティアとかがあればチャンスがね、そうそうね、いただいてきましたね、ごちそうさまでした。まあ入った時はね6時半ぐらいは比較的すんなり入れたけど、まあさすがにサンセット終わった時間ぐらいから周りが混み始めてきましたね。いやいやちょっと異常だよなんか何の列、みんなチーズケーキ食べたいとか、こんなにキャンペーンから持ってんのかな。ええー。安いとか。でも多分こっち側はさ、みんなもうダイニングでしょ。こっちは何の列？チーズケーキのテイクアウト。なんかやってんのかな、チーズケーキ。ちょっと並びすぎじゃない？いや、マウイブリューイングだったらすぐ入れたよあれじゃない、テイクアウトでしょ。テイクアウトの列か、チーズケーキのテイクアウト、チーズケーキのテイクアウトであんなに並ぶ、なんかやってんのかな。見た目ほどは
待たないんじゃない？そういうこと？さあちょっと久々にワイキキフードホールの様子でも見て、いやなんか最近本当インスタとかで動画が流れてきて、ワイキキフードホールに人が並んでる動画を見てさ、もうついに来たかとバレたかと、そのワイキキフードホールの言うほど言ってないでしょ。いやいやでもさ結構言ってたじゃん、やっぱりあの開放的な感じでビールも安いしさ、並んで並んでなかったわあ、これかな、閉店になる。もうそうね、もう閉店時間かもね。まあ9時、あでも人いっぱい、まあ、ね、あれあれなんかシステム変わってるね。前はカウンターで集中レジだったけど変わってるね。なんか入ってきて、入る？そうね、なんかリトルイタリーっていうのは今までなかったのができてるし、まあ、ミータリーボーイとかポーターもそのままで、あれホノルルバーガーだったっけ、あれなんだっけ、なんだっけ、ホノルルバーガーだったっけ、ワイキキブリューイングのチーズバーガーになってる。バーガー屋さんが変わってる。ニョッキとかでなんかインスタではなんか朝食をや朝食ビュッフェをやってるように見えたんだよね。ああ、リニューアルのお知らせ、8月より新店舗オープン、アレグリーニ、ワイキキブリューインカンパニー、チーズバーガーワイキキ。あ、だからそのそうだね、ワイキバーカウンターがワイキグリーン変わってました。さあにでも日本は、まあ、今までマウイの話をしてきて、はい、まあまあ、マウイブレインも行ってきました、はい、で、まあ、過去ねハワイでもいろんな災害あったじゃない、あこれねいいじゃん、ちょうどいいじゃん、カウアイ、オアフ、モロカイ、ラナイ、カホラベ、マウイ、ハワイ島ね、はい、でこの今ここのラハイナが全焼したっていう話になってますね。でさ、なんかここ、こうやって見ると今、まあちょうど台風の話をしようと思ったんだけど、うん、今日本で台風7号が接近してるじゃない。そうだね。で、で、こんだけニーハウ、あ、ニーハウもねごめんなさい。で、過去ハワイにももちろん、うん、あの今回マウイ島の山火事が延焼したのがこの辺をにこのハリケーンドーラっていうのが通過して、うん、この風がブワーってこう吹き寄せたのが影響直撃じゃなくて本当この辺だったの。そうなのよね、うん、そうなのよ。で今はこの太平洋のど真ん中のハワイ諸島で1900年以降、まあ、観測史上2回しか、うん、あのハリケーンは上陸してないんですよ、うんうん、毎年毎年ハリケーンがくる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 行って、あの全く被害がなかったりしたんだけども、過去2回だけ上陸したことがあります。2回ともカウアイ島、で結局ハリケーンってこっちのカリフォルニアの沖とかメキシコの沖でこうハリケーンが発生してこうずーっとこう太平洋を横断してハワイに近づいてくるんだけど、結局4000メーター級のマウナロア、マウナケア、まあ、3000メーター級のハレアカラに阻まれて、だいたいこう逸れていくか、こう南の方を通過するのね。うん、結構ハワイはさ、なんかハワイ島は台風の被害のよくさ洪水になってるさ。そうそう、だから結局こっちのヒロの方はこっちからハリケーンが来るから、すべてこのハレアカラじゃない、ごめんなさい、マウナロア、マウナケアで雲をせき止めて、全部ここに雨がわーって降って。うん、台風はみんなハリケーンはみんなこうそれていくのと、実は言うと南国の州だけど島だけど海水温はすごい低いのね、ハワイ諸島って。あの周りの海の、あの深度が深くて水の温度が冷たいから、まあこっちで発生したハリケーンもどん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 ハワイに近づ
くにつれて勢力を落としていくんだけど、うんうん、で大体こう北にそれるか南にそれていくんだけど、うん、でその北東から吹く貿易風もあってどん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 こうハリケーンもどんどんこう来てもこう流されていくんだけども、うんうんうん、時々その変なはぐれハリケーンみたいな動きをするのがいて、それが1992年とかに、ハリケーンイニキだったかな、がこう南から来てこうカウアイを通過していったと。で1950年代ぐらいにもハリケーンドットっていうのがこうカウアイを通過したのが過去2例だけ、ハリケーン上陸で、まあ、記憶にも新しい2018年、ハリケーンレーンっていうとんでもない前情報だけで特に被害はなかったハリケーンレーンもこう南から来てこうオアフに上陸する上陸するっつって、うん、でこうそれでいったのが2018年。のなんでだろうね。まあおそらくはね、その貿易風トレードウィンドウの影響で結局上陸するまでもなくこう勢力が弱まってどんどん流されていった。まあいろいろそのさっき言ったその海水温の影響でどんどん勢力が弱まったりとかいうのはあると思うんだけども、まあハリケーンレーンに関してはあの時は本当にハワイ大混乱してて、2018年のそうね8月の末だったけども、木金でもうザバスも止まります、 ABC も閉まります、でもうホテルから出ないでください、アルハテブラ来ますみたいなそう でも蓋を開けたらあの風が強い曇りの日だったねみたいな感じで、ね、おいちょっとウルフギャング8時ぐらいだけどめっちゃ並んでるっていうかウェイティングがすごいね。そうハリケーンレーンの時も結局はそこまで大きな被害はないけども、もう前もってザバス止まります、 ABC 閉めます、ウォルマートとかもういろんなショップ閉まります、で、まあ、飲食店とかに配送してるそういう各業者さんももう配達しませんってなったけど、うん、結局そんなに影響もなく人が外に出れちゃう状況で、でみんなもう ABC も閉まってる、どこのレストランも閉まってます、でもその時やってる飲食店にブワーって集中して、もう過去例を見ない行列がやってるお店にはできてて、でももうスタッフももうザバスが動いてから来ません、来れません、で食材ももう木曜日金曜日デリバリーがないから、もう土日もデリバリーもともと休みでないから、もう4日間配送がないから食材ももうありませんみたいな。何出してたの？いやもうだから制限してもう9時閉店とか、もうここで今日はおしまいですって、まあなんとか4日間営業した記憶はあります。あの時は混んでるね、ね、混んでるね、なんか新しい店舗ができたんだっけ、はい、まあそんな感じで2018年ありましたね、はい、でその後日本の台風21号、うん、大阪直撃したのもあったから2000、ああそうそうそう、関空の橋に連絡橋に船が衝突したり、まあ、関空自体も水没しちゃって、もう1週間ぐらいかな関空が使えないって言った時も、あの時ももう大パニックだったよね。あの時一番パニックだったのはやっぱりあれか、あのエアアジアが関空から飛んでたから、エアアジアスクートはね、あれスクートも飛んでたっけ、結局関空からそのローコストキャリアが1日1本とか飛んでて、結局その人たちがもう関空に飛べないってなると、もう他の来てるけど帰れないですよね、そうもう JAL とか ANA とかハワイアンとかに振り替えなきゃいけないんだけど、結局ね
JAL とか ANA も関西便とかが飛べないから、その人たちを振り返るので必死で、もう結構もう1週間帰れませんみたいな人もいたよね。すごいよね本当に。だから関空飛べない、でも成田も名古屋も福岡も全部もう埋まってます、もうサンフランシスコ成田で帰りますとかね、なんかねそういうこともまあまあ起こりうるっていうことですよね。そうなんよ、2018年ほんといろいろ起きてたね。ああ今回はお盆時期に重なってるからね、台風が6号7号。そうね、だからまあほんと今日明日明後日ぐらいで台風7号、まあ、また関西とか東海地区を、国内線は早いとこだとキャンセル出てるんですよ。じゃあ逆に言うと、まあ、新幹線ももう止まってる運休の情報が出てるけど、なんか名古屋成田が飛ばないとか、名古屋羽田だったかな、なんか飛ばないですとか。まだ国際便は出てないんだ。国際便は今のところまだキャンセルしますっていうのは来てないかな。そう、結局このハリケーンでもさ、その例えば日本は大丈夫でも、そのハワイがダメでハリケーンで結局日本から飛行機が飛んでこないからハワイからも帰れませんみたいなもあるし、今度日本がね、あの台風で空港が動かないと今度ハワイから日本に行けない、そうから、もちろん飛行機が日本にないから日本からも飛べないみたいな、なんかもうすごいことになるよね。だからどっちがダメでもダメですみたいな、うん、っていうね。ああ知らない、ここそうそうそうできるのよ。なんか、うわ、わかんないです、カミングスーンですハワイのカミングスーンは1年から2年ぐらいかかるんじゃないかな。まあはい、ということでちょっとまあ今日またダラダラと夜のワイキキを歩きましたけども、はい、まあね、マウイ島もねまだまだ、あの、まあ、正直今日のニュースではもう、あの被害者数がおそらくアメリカ史上最大の山火事になったというところで、まあ、今後もまだまだ支援が必要だし、まあ、ちょっとまだまだ情報が出てこないので何とも言えないところですけども、まあ、今後も、まあ、できる限りの支援を継続的にやっていきたいなと思います。はい、まあでもワイキキは通常通りなので、はい、皆さん観光来られる方はあの楽しんでいただきたいと思います。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you, マハロー。 Thank you, マハロー。すごいね、何がイルミネーションこの怪しい感じ